習近平の中国でついに始まった大乱の予兆。大不況、失業、収入減の人民を襲う食料品価格の暴騰という最悪の危機。人民銀行前総裁ついにデフレ圧力を認める。9月5日、中国国家統計局は今年8月の生産者物価指数 PPI と消費者物価指数 CPI の両方を公表した。生産者物価指数とは、生産者が出荷した製品や原材料などの販売価格の変動を調査算出した経済指標であって、つまり生産者の出荷価格に関する物価指数だ。一般的に言えば、それが上がるほど生産者企業の儲けが多く、景気が良くなっていることの表れである。逆に PPI が下がることはデフレ、景気が悪くなることの指標となる。それでは国家統計局が発表した8月の PPI はどうなっているのか。それは前年同期比では 1.8% 下落、前月比では 0.7% 下落だ。これで中国の PPI はすでに連続23ヶ月下落となっているのである。このことは当然、中国経済は深刻なデフレに陥り、大不況が続いていることを示している。だからこそ9月6日、中国人民銀行ナエトモセアツベ総裁で全政治協商会議経済委員会副主任を務めるエクスノは、上海で開催された金融サミットに出席し、中国はデフレ圧力との戦いに力を入れるべきと述べた。習近平政権が中国経済高迷論を唱える中で、中国高官が経営の場で中国経済がデフレ圧力に直面していると認めたのは初めてのこと。事態の深刻さを示している。食品消費者物価は高騰。しかし大変奇妙なことに、8月の PPI が下落しているのに対し、同じ国家統計局が公表した8月の消費者物価指数 CPI は前年同期比ではむしろ 0.6% 上昇、半年ぶりの高い伸びとなった。前月比でも 0.4% 上昇である。 PPI の下落と同時進行の CPI 上昇は実に不思議なねじれ現象。問題は消費者物価指数のどの部分が上昇し、逆にどの部分が下落しているかであるが、その中身を見ていくと、例えば工業消費品の CPI は 0.4% 下落、ガソリンは 2.7% 下落、航空券は 11.9% 下落など、物価指数が下落している部門が多い。そしてその中で大幅な上昇があったのは食料品部門の CPI だ。食料品全体の消費者物価指数は前月比で 3.4% 上昇、前年同期比では 2.8% 上昇である。そのうち豚肉の物価指数前月比で 7.3% 上昇、前年同期比ではなんと 16.1% 上昇。野菜類の物価指数は前月比 18.1% 上昇、前年同期比では 21.8% 上昇。つまり工業品などの物価指数がデフレで下落している中で、食料品のそれの大幅上昇が CPI 全体の数値を持ち上げ、8月の消費者物価指数の 0.6% 上昇につながったということである。豚肉や野菜など食料品の価格指数大幅上昇者価格高騰の原因に関し、国内外の多くの専門家やマスコミは7月8月の異常天候や水害発生に起因しているが、異常天候や水害が一因であってもそれだけでは異常な物価上昇を説明できない。2023年夏でも中国北部中心に大水害など発生したにもかかわらず、その年の8月、食料品物価指数はむしろ 1.7% 下落、豚肉のそれは 17.9% 下落となった。したがって今8月の食料品物価指数大幅上昇には別の理由があると思われる。失業減給でも食料品は買わざるを得ないのに、一般的に言えば物価指数上昇の背景にはまずあるのは当然、市場に流通している貨幣、すなわち流動性の過剰がある。今年4月の段階で中国国内の M2 はすでに300兆元円、 GDP の倍以上、日本円にして6300兆円、2013年の約3倍。過度な流動性過剰はいつでも物価上昇、インフレを引き起こす危険性がある。その一方、深刻な経済不況の中で失業減給が拡大、国民全体の消費力が大幅に弱まっている中では、
人々は食料品以外の消費を極力抑える一方、最低限の食料品消費だけはどうしても必要とする。金欠であって価格が高騰しても、食料品を一切買わないことにはいかない。これでは、流動性過剰による物価上昇が結局、食料品の領域で集中に発生してしまう。そしてその結果、PPI が下落している中で、食料品以外の工業商品の物価指数が下落しているにもかかわらず、食料品の物価だけが大幅上昇という現象が起きているのである。問題は今後、生産者物価指数の連絡下落が示す経済全体の大不況が続き、失業や減給がさらに拡大していく中で、生きていくために必須の食料品の物価上昇だけが長く続くこととなれば、それは貧困層を含めた多くの国民の生活を圧迫し、彼らの基本的生存権を奪ってしまうことになりかねない。そして事態がそこまで深刻化していたら、全国規模の社会動乱の発生はもはや避けられない。経済全体がデフレ、バロ不況に入る中で、食料品を中心に物価だけが上がるという最悪の経済状況と、それが引き起こすかもしれない大動乱の危機に、今の中国が直面しているのである。ということは、中国で、もしくは中国と経済活動しても、ちゃんとした利益を上げられるということは、今後最低10年は起きないと思われる。さらに、現地にいる日本人のリスクとしては、日本人と思えば刺されるかも。またスパイ防止法で捕まるかも。塀の外に出たけりゃ、膨大な保証金を要求されるかもね。地方政府から嫌がらせを受けて、賄賂を払うと、集会罪で捕まるかもね。早急に縁を切るのが、正しいリスク管理の方法と思う。クンス、アビオキに近寄らず、国が弱者救済をしなければいけませんね。弱者に対して補助金を出しましょう。中国が目指しているのは共同富裕ですから、当たり前のことです。プーさんの面子のために軍拡を進めている場合じゃないですよ。やりたいならプーさんのポケットマネーでどうぞ。経済崩壊で苦しんでいる国民から巻き上げなくてもいいと思いますよ。なお、プーさん一族の資産は14兆円ではないかと言われています。もっとあるかもね。共産党幹部と合わせたらいくらになるのでしょうかね。スイスで中国共産党幹部の莫大な隠し資産を公開してはと論議されたことがあったとか。まあ、中国国民も共同富裕という言葉に騙されていますね。プーさんと愉快な共産党幹部は国が崩壊しようが関係ないのです。アングロサクソンが見晴らし始めた習近平政権、不動産投資偏重の中国経済、デフレスパイラルに有効策打てず、IMF の面子丸つぶれ、ようやくというべきか。アングロサクソン米英主導の国際金融界はここに来て中国の習近平政権を見晴らしつつある。国際金融論壇をリードするエコノミスト誌9月7日号は中国経済の真の問題と題する記事で、習政権による経済統計改ざん、事実の隠蔽および現実から買い離した経済政策に走っているとの見方が西側世界で広がっていると指摘した。米金融専門メディア代表のクェメ・ブルームバーグ電話10日付で、中国のデフレスパイラル、危険な新局面ありと報じ、デフレがさらなるデフレを呼ぶ深刻な局面に入ったとの見方を明らかにした。国際金融の総本山、国際通貨基金 MEF は8月初旬、習政権に対し、4年間で GDP の 5% を費やして未完成住宅を買い取る大型財政出動を勧告したが、完全に無視された。IMF は4月に今年の中国の実質経済成長率見通しを 4-6% としていたのを5月29日に発表した中国経済審査報告で 5-0% に上方修正していた。理由は中国統計局発表の 1-3月の実質国内総生産GDP が前年同期比 5-3% だったのと、習政権による売れ残り住宅の買い入れなど不動産市況テコ入れ策が走行する見込んだためだったが、とんにあ違いだ。
米国などから選りすぐったエコノミスト集団という触れ込みの IMF のメンツ、丸つぶれである。中国統計のウィツは、綿密に中国公式統計の詳細を分析し、現実と付き合わせをすれば、すぐにわかることだ。中国の実際の経済成長率は、実質で 0% 程度に過ぎない。筆者は本欄や先月末に同時出版した中国経済崩壊、そして日本は、にまやげる、中国経済、6つの次元爆弾で、中国公式統計の水を論証すると同時に、IMF が中国当局の発表を鵜呑みにすることなかれ主義集団だと批判してきた。IMF エコノミストは経済審査と称して、主要国の首都に数日間滞在して、当場な接待を受ける。そして、相手の意に沿うリポートを書き上げ、IMF 五択選とばかりに青しく発表する。日本の場合ではデフレのために需要不足なのに、数画角の財務官僚に誘導されるまま、大型消費税増税を勧告する始末である。さてグラフは、中国の不動産投資前年比増減率と GDP デフレーターの推移である。いずれも中国国家統計局データだが、解散の形跡は見当たらない。デフレーターは生産されるもの、サービス全体の物価指数であり、生産者物価や消費者物価、輸出入の価格動向を反映していると見ることができる。不動産投資偏重の中国経済はバブル崩壊とともにデフレスパイラルに陥ったことは中国公式統計でも明らかだが、習政権はそこから抜け出るために必要な財政金融政策に背を向ける。ひたすら鉄鋼や電気自動車 EV などの過剰投資と生産を続けるのだが、持続不可能だ。習政権の残る手は不都合な真実を隠すしかないのだ。膨大な人口と安い労働力で世界の工場を自負した中国の高度成長は終焉となりつつある。出る釘は打たれる動き、次々と後進国が足元をすくうのはごく自然のこと。広大な自然と多民族、維持管理や教育ほか、課題山積の中で高齢社会を迎える。